サザン鉄道リーダー級蒸気機関車。サザン鉄道リーダー級蒸気機関車。リーダークラスは、革新的機種、オリバー・ブレードが設計した、車軸配置0から6から6から0の実験的、間接式蒸気機関車である。設計意図は、蒸気運転に伴う短所の多くを取り除くことで、イギリスにおける、蒸気列車運行の延命を図ることにあった。 この機関車は新規かつ経験のない特徴を複数有していたが、その革新的特徴が同時に計画中止の理由ともなった。完成した1両の他に製造中断した2両が存在した。完成した機関車はブライトン付近の急サ山鉄道路線で使用された。この試験運用に関する報告書により計画は中止され、1951年までに全車が 解体処分された。リーダー級の設計は、サザン鉄道の蒸気機関車に関する1944年の報告に由来する。ブレードによる当初の設計は、自身の旧一型に基づくものであった。設計が進むにつれ、ブレードは電気機関車と共通設計とすることで、従来の蒸気機関車に必須であった作業を省略できると気づいた。初期設計の一つ。 0から4から4から0の車軸配置のものは軸重が20トンであり、サザン鉄道の一部線区の許容荷重を超えていた。その結果、ブレードは最終的に車軸配置0から6から6から0のボギー台車を持ち、車体両端に運転室のある設計を採用した。二つの台車は車軸配置0から6から0の蒸気動力台車で重量軽減のためスリーブバルブと、 ブレード設計のパシフィック蒸気機関車同様のチェーン、駆動弁装置が用いられた。また、駆動軸の連動もオイルパン付きの箱に密閉されたチェーンによっていた。過失は機関車中央にあり、第3運転室にいる機関助子が休端を行った。第3運転室は両端の運転室と連絡通路で繋がっており、この通路の空間を捻出するため、ボイラーと炭水槽は、 中心から横にずらして単一のフレーム状に設置されていたこの配置のためしばしば0から6から6から0タンク機関車に分類されるリーダー計画は経験に基づいた原理によって蒸気機関車を完全に近代化しようとするブレードの希望とサザン鉄道東部で運用されていた電気機関車との組み合わせであった設計自体はサザン鉄道の動力部門が 老級化した小型の M7 型タンク機関車を置き換える新設計を要求したことによるものであった。当時、蒸気運行に必要な労力を問題視する議論が起こりつつあり、現代の機関車の限界を広げる設計を1948年の鉄道国有化を目前としたごく短い期間に推し進めねばならないとブレードは認識しいた。ブレードが提示した複数の設計案には、 彼自身が手掛けた旧一型を両運転台仕様にして転車台での転向不要としたものもあったが運用部門には歓迎されなかったリーダー級につながる最終的な設計概要では保守をほとんど必要としない高出力と車両の両端で運転可能であることが要求された設計には万能と命打たれ客家両用かつ入線可能路線の制限の少なさが 求められたその回答として、ブレードが描いた設計は2台車車体にして、両端運転台間の連絡通路を車内に有するものであったが、この通路のために片側に寄せられたボイラーが後に重大な問題を招くこととなった。リーダー級の施策は、ブライトン鉄道工場で1947年に始まった。1946年にまず5両が発注され、 1947年には、さらに31両が発注されたが、追加発注は見せかけであって、国有化に対するサザン鉄道のカードの一部に過ぎなかった。実験継続のため、追加発注は国有化後に中止された。各台車は3気筒で、その駆動軸はオイルパン付きの密閉箱内のチェーンで連動しており、便装置はブレードのパシフィック型蒸気機関車で用いられた。 ブレード式チェーン駆動弁装置に基づくものあった。バルブには珍しいことにスリーブバルブが元 LBSCR のアトランティック車軸配置の蒸気機関車ハートランドポイントでリーダー級製造中に試験の上持ち入れた。リーダー級はセシル・ウォルター・パジェの1908年の蒸気機関車以降設計時点からスリーブバルブを採用した最初の蒸気機関車であったが 製造と並行してハートランドポイントを用いた試験を行っていることはリーダー級の概念設計がいかに急ごしらえであったかを示唆している。スリーブバルブと輸送による稼働部分の潤滑は内燃機関での成功をヒントとしたものである。スリーブバルブを軸の周りに25度回転させる往復装置を追加して駆動部分の潤滑を均等に行い、それによりスリーブバルブの 引き付けを避けるという決定も自動車での経験に基づくものである。しかし、この機構は複雑すぎて保守が難しく、なくなったはずの引き付けを起こす結果となった。この機構は試験が進んだ段階で取り除かれた。台車設計でブレードが固執したもう一つの新機軸は前後に全く同じ設計の台車を用いることで、それによりオーバーホール時に新しい台車と、 こうできるようにしたことである。三気筒は一体鋳造され、各気筒は二つの円環状吸気蒸気室と一つの大きな排気蒸気室に囲まれていた。この蒸気室により、各気筒は高温蒸気で温められ、その結果、供給される蒸気の温度引いては圧力が保たれるよう設計されていた。しかし、実際に鋳造してみると正確な機械加工が難しいことが分かった。 旧排気ポートのシーリングリングは、各気筒とスリーブバルブに24箇所ずつ、合計で144箇所にも及び、実に複雑であった。ボイラーは、ブレードのパシフィックでの経験を反映した、蒸気発生効率の良いものであった。イーストレーで全数が製造されたリーダー級のボイラーは、計画全体を通じて、最も問題の少ない部分であった。 ボイラー圧力は280プシー、ポンド毎平方インチで、下部より、ボイラーに入る水をあらかじめ温めるよう、4つの熱サイフォンが設置されていたのは、ブレードのマーチャントネイビー、ウストカントリー級及びバトルオブブリテン級と同様である。リーダー級の過室は、乾式であり、長部及び側面にウォータージャケットはなかった。過失は、後半溶接で、断熱には、水ではなく、 耐火レンガが用いられたが、これは新しい試みであると同時に、問題でもあった。耐火レンガにより飛行士面積は47平方フィートから25.5平方フィートに減少し、炎が狭い領域に集中することになった。滝口は左側に寄せられており、機関助手にとっては、扱いが難しかった。当初、過失にレンガアーチはなかったが、 1950年夏に後から設置されたレンガアーチにより高出力時に炎が運転室に入り込む問題が生じた。熱サイフォンは以前のパシフィック型機関車同様にうまく機能していた。煙室の真空を維持できないことも労力低減を目的としたブレードのもう一つの新機軸、すなわち運転室からスライドハッチを操作して 走行中に灰を除去する機構のゆえであった。実際にはスライドハッチ周囲に灰が残ると煙室に常時空気が流れ込み、機関車全体の効率低下を招いた。強力な排気ブラストも灰や燃え差しを大気中に放出し、火災の危険性を増す可能性があった。今日のディーゼル機関車に似た形状の後半で構成された車体は、 従来の蒸気機関車のデザインとの決別を示すものであった。これは客車洗浄装置を利用して保守労力を減らすことを意図したものであった。試作車の36001号機は1949年6月にブライトン鉄道工場を出場し即座にイングランド南東部での試験運用に入った。ブライトンに保管されている公式試験記録には走行中に起きた 様々な段階の成功と不良点の両方が報告されている。試験走行の結果はメルルボーンにあるイギリス国鉄本部への報告ではリーダー級の利点、すなわちボイラー、ブレーキ、前軸駆動についての賞賛の欠如が顕著とされていた。なぜこのような事態に陥ったかについては諸説あるが中でも最もらしいのは現状維持を胸とするブライトンの保守的な 鉄道労働者にとってブレードの設計が革新的に過ぎたということである。リーダー級の残りの36002から36005は開発終了時点で製造途中にあった。36002はほぼ完成しており、36003は車体を残すのみであったが、36004と36005は主要部品は イーストレートブラトンで完成していたものの組み立てられていたのは大枠程度であった。1年間続いた試験で36001には多くの根本的欠陥があることが判明した。すなわち、石炭と水の大量消費、機械的信頼性の低さ、機関士と機関助事業者にとっての耐えがたい、労働条件、台車の荷重不均等などである。ルナーの ダイナモメーターカーを用いたブライトンとイーストレーの間での試験走行では、多量の燃料消費とその石炭をくべる機関助手の重労働と引き換えに、良好な走行が実現できた。ブレーキの機器は、ブレードの設計した機関車の中では最良だったが、過密ダイヤからすれば、制動緩解が遅すぎ、全体としてはどちらかというと悪い部類であった。 36001の試験中、過失の耐火レンガによる打ち張りが崩壊するという問題を常に起きていた。この耐火レンガは中鉄に置き換えられたが、それも過失内の強い火炎で誘拐し、さらに厚さ9インチの耐火レンガに置き換えられた。機関助手からは、中央機関室の狭さについての不満が頻頻と出され、高出力条件では、過失からの炎が機関室に入り込むという、 問題点は状況をさらに悪化させた。中央機関室は常時高温にさらされる閉鎖空間であり、写真から判断する限り、機関室側面の唯一の扉は換気のため、走行中常に開放されていた。機関室に花不要の扉が一つしかないことは、万が一の横転時に脱出不能になる恐れがあると批判された。片側に寄せたボイラー配置を補うため、 連絡通路に多量の支柱を置く実験が行われた。これは後に連絡通路の床を上げてその下に採石を入れる形に改められた。この必要不可欠な改修は機関車の重量制限である150トンを超えることを意味し、試験運用中に乗り入れ可能な路線が著しく制限されることとなった。1951年、ブレードがイギリス国鉄から アイルランド国鉄の機械技師長として転出すると、ブレードは転出先でも同様のデータ燃焼機関車を製造したコンセプトは葬り去られ5両とも解体処分された。プロジェクト全体で178、865ポンド、5シリング0ペンスの税金が費やされたが、このことをマスコミが報道した1953年には、プロジェクト全体で500、000ポンドが無駄になったと、 された。ブレードの転出後、プロジェクトの責任者であった R.G. ジャービスは、概念設計上の問題点を解決するには、根本から設計し直さねばならないことを強した。リーダー級の車両は1950年代以降まで残ることはなく、36001のナンバープレートが、ヨークのイギリス国立鉄道博物館に残されるのみである。2008年には、 機関車に取り付け予定だった製造名板がオークションにかけられたが、この名板が実際に用いられることはなかった。プロジェクトがサザン鉄道の保護下にある間、36001には CC101 という番号が与えられる予定であった。ブレードは第一次世界大戦前のウェスティングハウスエレクトリックのフランシュ店での経験並びに、 対戦中の鉄道運用部門での経験から大陸風車両番号の提唱者だった。サザン鉄道の車両番号は UIC 方式の応用であり、C は同軸数。この場合、一台車あたりの軸数が3軸であることを意味している。車両全体では6軸であるから、初期生産分の車両番号は CC101 から CC105 となるはずであった。 運用中の塗装は、かつての公式写真用グレーに赤と白の線を施したものであった。イギリス国鉄のマークであるサイクリングライオンも用いられたが、公式写真撮影後、特に説明なく塗りつぶされた。車両番号は、イギリス国鉄の標準的な方式に従い、36001以降が割り当てられた。もし、 リーダー級が本生産に移行していたら、イギリス国鉄の混合列車、貨物列車用機関車の塗装である黒に、赤と白の線という塗装が施されたことであろう。36001に当初この塗装が施されたことを示す写真が残されているが、これは公式写真撮影前の写真であり、後に公式写真用グレーに塗り替えられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。